ルイージマンション4ということで、ついにルイージマンションにも手を出してしまいました。ワンツーはちょっとやったことないんですけれどもね。文字に目ついてんだけど、可愛くない？ M なんかもう真下についてるからね。ルイージマンション3、ストーリーをね、やっていくんですけど、オンラインプレイもね、あるらしいんで、まあ、それもやりたいですね。やりたいんですけど、ちょっとね、11月ね、ポケモンも発売するじゃん。だから、ちょっと、失踪するかもしんない。うわ、何？プレイランドってなんだ？やばい。プレイランドか何かわからない。なんだこれ。じゃ、とりあえずストーリーからやっていきましょう。ポチ！新しくゲーム始めますか？始めない。ちょっとだけ寝起きなんでね、滑舌がいつもよりめっちゃ悪いと思うんですけど、いつも悪いけど、あ、来た！始まった。めっちゃ平和なんだけど。なんか、ルイージマンションって怖いゲームなんじゃ、おー！そこ坂下る。お、すげえ。運転のテクニックがすごい。グラセフなんだが。おお、いや、これ事故るぜ。おお、椅子もうちょっと高くした方がいいんじゃない？大丈夫？ああ、危ない。いや、そりゃ揺れるわ。あ、かわいい。どうした？ルイージ、ルイージ、何寝とお前。何その、ねずこ入って、その箱。ねずこ入ってんじゃないのそれ。何その、お誰？うわ、すごい綺麗。なんか、マリオのゲームってこんな綺麗だっけ？うわぁ。な、幽霊でも、いや、可愛いけど、うわぁ。なんて言えばいい？なんて言えばいいのここ。ああ、お、ここがマンション？いや、当たったよ、今。大丈夫？ああ、なんか取れたよ。ピーチ、おぉ！これ何？結婚してるの？これ。もう結婚してる前提な。ねえ、これ。荷物多すぎるしな、傾き方おかしいんだけど。絶対なんか粘着みたいので貼り付いてるよ。ああ、大丈夫？あ、持ってきた、ねずこ。お、来た！ねずこ入れた？ちゃんと。ねずこ入ってるな。こんな感じ。ねずこ出てる！ねずこ！ねずこ入れ！お前、箱入れ！ねずこ！ねずこどこ行くんや！なんて喋ってんだ、お前は。めっちゃ豪華。豪華でもないか。なんかボコボコだな、奥とか。うわ。あ、動かせる。え？うわ、すごい。これ落とせんじゃない？これ。落とせ、落ちろ。落ちた。やったー。この箱運ぶぞ、俺は。よいしょ。あ、箱。俺はこの箱を運ぶって決めたんだ。箱だけにね。お、どうした、マリオ。食べたいんか？お前食べたらダメ。この箱邪魔。箱邪魔。話しかけてみようか。箱邪魔。箱が邪魔すぎる。この箱ピーチのとこ持ってこ。ちゃんと。よいしょ、持ってきたよー。ピッツさん。ピッツさん、持ってきたよ。話しかけるね。あー、とか言っちゃった。ものすごく、大きなホテルね、ルイージ。それ、なかなか、きらびやかんとこじゃない。特別キャンペーンで招待されて、ここに泊まれるなんて、とても運がいいわね。この犬よりも、俺は箱の方が愛情芽生えてるから。もう、どこまでも運んでやる、この箱は。箱だけにね。いや、絶対寝不足でしょ、その目は。働きすぎだ、お前は。うお、声すごい。お前何くつろいでんだ。お前、こっち寝不足でさ、ケーキ運んでるつうのにお前も寝不足かよ。なんでその積み方した？支えるのもすごいけど、積んだ方がすごい、それ。あ、ウィンジさん。おお、お前、お前何をしとんじゃ。あ、頭が引っかかって出られないでしゅ。うん。それ引っかかってる、本当に。おや、お客様、そんなに私、口の顔を見て、何か気になることでもございますでしょうか？いや、気になるよ。うん、寝不足だもん。だって、目の半分まぶただもん。うわ、ベッドだ。なんで、ベッドのとこに花束置いてあんの？まさか、マリオもう告白したんか？うわ、やることやってんな、あいつ。あ！お前何をした？怒られる！わあ、怒られる！もう寝不足だ。こんにちは。お客様、チェックポイントペンスベスマッチャビン。うわ、なんか後ろの手紙の置き方がすごい雑。こいつだけ目見開いてんだ。めちゃめちゃ寝たんだろうな。これはお客様、ようこそ。ホテルラストリゾートへ。チェックインいたしますか？はい。あ、俺もその声になっちゃった。うわ、すっごいニコニコして。うわ、誰？誰？スーマー。テレビタラ。なんて喋ってんの、お前。私は、当ホテルのオーナーを務めております。パウダネスコナーと申しますわ。本日は私どもの招待を受けただけ。マギにはめちゃめちゃめ。うわ、髪切れ。髪長すぎてもう、ポワポワしてんぞ。
すごい。うわ、怪しい。さあさあ、皆様大変お疲れでしょう。お部屋の方へご案内いたしますわ。そうそう、お荷物は私どもの方で運ばせていただきますので、ごしゃ。めっちゃ怪しいよな。もうこれよ、この見た目だぜ。だって絶対金目のものを奪われるからね。お前目の前で化粧すな。まあ、粉飛んでんぞお前。タバコよりすごい被害出てる。ルイージもよくその顔で耐えれるな。もうちょっとちゃんと言った方がいいぞ。きついですって。うふふ、皆様はとても大切なお客様でございますからね。当ホテルといたしましてもピップとして特別に扱わせていただきます。うん、だからもうその化粧やめて。さあでは参りましょう。オッケーです。やっと化粧。そりゃそうなるわ。荷物だけは取られないよね。ねずこ、ねずこ、こっち来い。遅れるぞねずこ。あ、よくよく入った、よく。えらいね、ねずこ。ねずこってみんなに見えてんのかな、これ。うわ、あ、絶対悪い目してた今。うわ、こいつ悪い顔してるわ。髪の毛よく引っかかんないな。あ、マリオさんたちのお部屋はこちらに用意しておりますわ。キノピオさんたちのお部屋はあちらになりますことよ。なんの、お前なんだお前。これ絶対トラップだから。はぁ、あいじゃねえよお前。絶対、お、許せねえ。ピーチ、あれピーチこんな顔だっけ。ねえねえ。うわ、ねずこかわいい。ねずこ。あ、ねずこすごい。ねずこになりたい。あれ、なんかめちゃめちゃボロ屋敷かと思ったら全然豪華。え、こんな豪華な。あ、うわー、笑ってはいけないのやつの引き出しじゃんこれ。これがトイレかな。うわ、トイレっぽい。トイレだね。トイレとお風呂と洗面台か。すげえ豪華。豪華だけど、なんでもともとこんな、は、水出ねえんだけど。おい、水出ねえじゃねえか。え、水出た？あ、出るんだ。あ、でもこれ水出てるってことか。この演出、エフェクトというか。出てるかこれ。お風呂は？お風呂溜めれる？あ、そっちじゃない。クローゼット見てみようか。ポチ。うわぁ、もうなんやねん。なんでこんなプレゼントあんの。あ、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 なんもないかい。なんかあれよ。かわいいねずこ、おばけんって言うんだ。そろそろ休むかわん。喋るんだ、しかも。じゃあ休もうかな。うわ、安だ。それ枕にするのか？枕にするかい？お、お、何それ？何それ？服の着替え入ってる。え？投げた。うわ、その懐中電灯そこに置くんだ。アラームみたいなものなんかな。土足で服、布団も入んないんだ。まさかそうやって寝るつもり。あ！マジかこいつ。キャー！どうした？もう絶対そうだろうなと思ったよ。だってルイージマンションだもん。そりゃこ、うわ、なんか、え？変わり果ててんだけど！いや、そんなビビんなお前。